はい、えっ、ー、と D2 メガテンまあ久しぶりの D2 メガテンなんですけども今回ねまあいろいろ召喚が増えました増えましたまあフロストエース召喚とか、まあ、D2 フェズ召喚とかねまあ幼寿とかねいろいろ出てきたんですけども今回はまああの萌依頼召喚をチャレンジしていこうと思いますまあなかなか出ない <laughs> ですけど、ね、まあ、この3人のうち、まあ、どれか、うん、まあ、そろそろなん,なんですかね、3.5周年が控えてるんで、なるべくね、ジェムの消費は抑えめにしておきたいんですけどもね、まあ、これを、最初のワンステップはね、500連で、あ、500 <laughs>、500回でね、弾けるんで、今回はこれを、 いいいていこうと思います特別の方をまずは引いていきましょうかう。まあね、1体は来てほしいんですけどね。まあこのゲームね当たんないからね。確定、初心者はね、絶対確定の方の召喚がおすすめですけどね。えっと、なんだっけな。まあね、この3人ですかね <laughs>。まあね。 まあね、一体当たればいいな、みたいな感じですね。よし。じゃあ、行け来いアートロポス来い。アートロポス来い。うーん、細い。<laughs> うん。最初の10連で来てほしい。まあね、いつもの面々ですよ。あいつもの面々。うん どうすんだっていうねいつもの面々もう稲妻が細いとやる気にならないよね太ももちゃん何べん太ももちゃん見たんだろうねダメかみごみごほ <laughs> <当こ> <laughs> んとこでうん いやあ、来ねえないや、結局、運命の人300個集めろってことなんかないやー、来ないですな。うん。いやー、来ないですな。どうしようもない。 人たちばっかりですよ。いや、星4か。うん、お呼びでない人ですね。終わったわー。 じゃあ3.5周年控えてるからね。じゃあね、こっちのステップアップ召喚の方引いてみますか。まあ、こっちの500ジムで召喚10連できるやつね。これね、最後がね、星5悪魔一体確定っていうけど、絶対ね、くでもないやつで <laughs> 出てくると思うんだよね。よし。じゃあ、これで来てほしい。来るかな。 細い稲妻が細いうんお呼びでないいやーお呼びでないですよいやお呼びでないなもう細い稲妻なのに星5が出るってことは演出上このゲームないんですよまあ同じようなこと言ってますけどねもういらねえよ なんか星が来てこないですかねいきなりボボボボボみたいな。もう最後星4来て終わりですね。この星、ここ多分これは。わっはっはっは。わっはっは,っはとか言ってるよ。いやー、次、次で終わりくらいか。いらんな。いらん。いらんな。猫。おー、来た来た来た。こいこい、アトロポス。 <laughs> お前かよ。うーん、一番いらねえな、閉鎖になるんじゃねえか、芝なんて。いやー、惨敗うん。アトロポスが欲しかったんですけどね。芝。うん。いや、一番いらん人ですよね、芝。使いようがないんですよね。うん。ということで、惨敗です。うん。 ああとはあれですね、3.5周年のために少しあれですねジェムを取っておきますか。ということで以上です。お疲れさんでした。